25年分の禁断ランキングっていう番組が先日ありました。はい、見ましたね。見ましたよ、はい、それの番組でいろいろランキングがあったんですけど、うん、まあ、それについてちょっと語っていこうかなと思います。はい、面白かったよね。うん、で初めてのそのゲッターとハルさんが、うん、そうだね、一緒にメンバーみんなでいるところを見てなかったからね、うん、ちゃんとしたなんか絡みがあってよかったね、うんうんうん、まあ、その中でいろいろランキングがあったんで、まあ、順にちょっと見ていきます。まず東大生が選ぶ頭が良さそうなメンバーです。ありましたね。はい、実際のランキングっていうのはこんな感じです。